絶滅収容所、絶滅収容所、絶滅収容所とは、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所、ヘウムの強制収容所、ベウェツ強制収容所、ルブリン強制収容所、ソビボル強制収容所、トレブリンカ強制収容所、以上6つの強制収容所を指す言葉である。絶滅収容所を正式名称とした施設は存在しない。また、当時のドイツ政府の公式文書に、 絶滅収容所という言葉は存在しない。ホロコーストを目的として、ナチスドイツが第二次世界大戦中に設立した強制収容所の一種である。絶滅収容所は、大戦中に絶滅政策の総仕上げとして建てられた。犠牲者の遺体は、通常は焼却処分ないし集団墓地に埋められて、処理された。こうした、 収容所によってナチスが絶滅させようとしたのは、主にヨーロッパのユダヤ人とロマ、当時はジプシと呼ばれたであった。しかし、ソ連軍の捕虜や同性愛者、時にはポーランド人も含まれた。絶滅収容所、都市の収容所、とダスロガーは外して同義であり、特にジェノサイドを主な目的とする、あるいは主な目的とした収容所を指すものである。 一般に、絶滅収容所とは、そこに送り込まれた囚人を殺すために設置された、強制収容所のことである。これらの収容所は、犯罪行為に対して、刑罰を与えるための場所としてではなく、むしろ絶滅を促進するためのものである。絶滅収容所という語は、政治的抗議運動を行っている人々によって、彼らにとっては抱きすべき監獄の忌まわしさを誇張して、 表現するためも用いられている。ナチスドイツの絶滅収容所は、同じナチスの収容所でもダッハウ強制収容所や、ベルゲンベルゼン強制収容所のような、強制収容所とは区別されるもので、後者は様々な国家の敵、ナチスが好ましくないと、レッテルを貼ったものを投獄して、強制労働を行わせる場所であり、絶滅そのものを主な目的とするものではない。 ホロコーストの初期の段階では、ユダヤ人も主にこうした収容所に送られていたが、1942年以降は、そのほとんどが絶滅収容所に送られた。絶滅収容所は強制労働収容所とも区別される。強制労働収容所とは、捕虜を含めた様々な囚人に労働を行わせる目的で、ドイツが占領したあらゆる国に作られた収容所である。 多くのユダヤ人はこうした収容所で死ぬまで働かされたが、やがてユダヤ人労働力はドイツの戦力として有用であるかないかにかかわらず、絶滅収容所へ送られることとなった。ほとんどのナチスの収容所、ソ連以外の兵士のための捕虜収容所と一部の労働収容所を除くにおいて、処刑や飢餓、病気、疲労のために死亡率は非常に高いのが常であった。しかし、 絶滅収容所だけは、絶滅を目的としていたということである。1942年9月前半にはすでに、ある SS の医師が、毒ガスによる殺戮を目撃し、彼らはいたずらに、アウシュビッツを、絶滅収容所、ダズラーゲリでア・バーナイトンと呼んでいるわけではないの。と日記に書いているとされるが、この医師が誰なのかは不明である。アドルフ・サイ、ヒマンの副官の一人、ディーター・ビスリチェニー。 は、ニュルンベルク裁判で、証言台に立たされたとき、絶滅収容所の名を挙げるよう質問され、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所とマイダネク、ルブリン強制収容所がそれだと答えた。マウトハウゼン強制収容所、ダッハウ強制収容所、ブーヘンバルト強制収容所はどう区別されるのかと、聞かれると、アイヒマンの部門から見ると、通常の強制収容所であったと答えた。 ホロコーストに関する最新の報告書のほとんどにおいて、6カ所の強制収容所が絶滅収容所に認定されている。それらはすべてドイツ占領下のポーランドにあった。古い報告書では異なる強制収容所が絶滅収容所であったとされていた。このうちアウシュビッツビルケナウ強制収容所とヘウムの強制収容所はドイツが併合したポーランド西部にあり、 他の四つはドイツ占領下のポーランド総督府に置かれた。ロコと共和国の近くか共和国内、現在のベラルーシにもう一つの絶滅収容所が存在した。ワルシャワ共生収容所における殺害の規模や傾向は依然論争の的になっている。ユダヤ人問題の最終的解決という遠極的な表現がユダヤ人の組織的な殺戮を表現する言葉として、 ナチスによって用いられた。これを実施するという決定は1942年1月の万全会議においてなされ、アドルフ・アイヒマンの指揮下に執行された。ラインハルト作戦、ポーランド系ユダヤ人絶滅作戦中にトレリンカ、強制収容所、ベウゼツ強制収容所、ソビボル強制収容所が建造された。アウシュビッツ第二強制収容所ビルケナウは、 アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所の一部であり、またルブリン強制収容所にも労働収容所があったのに対し、ラインハルト作戦で建てられた強制収容所とヘウムの強制収容所は、純然たる絶滅収容所であり、言い換えると、大勢の人々、主にユダヤ人を到着して、すぐに殺戮する目だけに、単独で特別に作られたものである。 これらの収容所に到着して即座に殺されなかった囚人は絶滅の過程に直接関係する奴隷労働、を、例えばガス室から死体を運び出す作業などに従事させられる人々のみであった。こうした収容所は最小限度の住居と設備しか必要とされず、一辺が数百メートルという小ささであった。到着した囚人に対しては、さらに東へ行くまでの中継地点。 または労働収容所にいただけだという説明しか与えられなかった。近年の推定によると、ホロコーストの犠牲者数は、ユダヤ人が510万人、うち子供が100から200万人、ロマや共産主義者、社会主義者、同性愛者が合わせて50万人である。ホロコーストにより、全ユダヤ人の3分の1、ヨーロッパのユダヤ人に限れば、実に3分の2が殺戮された。 ポーランド系ユダヤ人に至っては、その90%が殺害されている。各収容所で殺された人数は、概ね次の通りに推定されている。合計は250万人を超え、そのうち80%以上がユダヤ人である。したがって、これらの絶滅収容所で殺されたユダヤ人の数は、ポーランド国内におけるほぼ全てのユダヤ人を含めて、 ナチスのホロコーストで殺されたユダヤ人全体の約半数を占める。1989年の民主会降のポーランド政府を含めポーランド外務省やポーランド人による組織の多くは占領下のポーランドにあったナチスの絶滅収容所のことをポーランドの収容所呼ぶのはポーランドが設立した収容所であるかのような印象を与える表現であり、無知。 または悪意によるものとしている。そのためこうした組織は、これに類する表現が用いられていないか監視して、占領下ポーランドにおけるナチスの収容所とするよう求めている。ポーランドは1939年にナチスドイツの侵攻を受けて占領され、政府はロンドンに亡命している。第二次世界大戦中ナチスドイツに協力した、傀儡政権があったわけではなく、 ポーランドに絶滅収容所を置くという決定を下したのはドイツ人である。ナチスが占領下のポーランドに絶滅収容所を置いた理由は単純である。一般に考えられているのとは異なり、戦前のポーランドにおける反ユダヤ主義の程度はドイツの政策決定に影響を及ぼすほどのものではなかった。占領下のポーランドではユダヤ人をかくまおうと支援する。 いかなる行為も死刑相当の罪とされ、ある家に身を隠したユダヤ人が発見された場合、その家に住む家族全員が死刑に処されたほどある。これはヨーロッパの非占領地域において最も過劣な法律であるが、そのような罰則が必要になるほど多くのポーランド人がユダヤ人を支援していたことを反映している。実際にホロコーストの最中にナチスの手から ユダヤ人の命を救ったヒユダヤ人に対して戦後イスラエルのヤドバシェムホロコースト記念館から諸国民の中の正義の日と称号を贈られた人物の中でポーランド人が最も多いユダヤ人あるいはユダヤ人をかくまった人物を恐喝したり何らかの形でナチスのユダヤ人虐殺を手助けしたポーランド市民は国内軍やその他のレジスタンス運動によって 体独協力者とみなされ、後に死刑宣告を受けることとなった。これらの収容所における殺戮方法は、一般にはガス室で毒ガスを用いたものである。アウシュビッツの所長であったルドルフ・フェルディナント・ヘス、ルドルフ・ HSS、ナチス党副総統のルドルフ・ヘス・ルドルフ・ヘスとは、別人は大量射殺に携わった特別行動隊員、SS、 の指揮下にあった準軍事組織の多くが、それ以上血の海にまみれることに耐えれなくなって、発狂したり自殺を試みたりしたと戦後になってから、記している。殺された人々の遺体は、焼却炉で処分され、屋外で焚木を用いて焼いていた。ソビボル収容所は除く、遺体は埋められるか撒き散らされるかであった。アウシュビッツビルケナウでは、遺体の数が多すぎて、埋めたり焚木で燃やしたりしていては、 処理が追いつかなかった。これら大量の死体を処分するためには、トップフーンと税ネ社と契約して建造した特注の死体専用焼却炉を昼夜問わず運転するしか方法がなかった。収容所の運営方法はそれぞれ若干異なっていたが、いずれも可能な限り効率的に大量殺戮を行うために設計されていた。一例として、 SS の衛生学研究所所員であったクルト、ゲルシュタン中尉が、スウェーデンの外交官に対して自分が、収容所で見たものを伝えた、戦時中の証言がある。彼は1942年8月19日、当時の収容所は主に、ガソリンエンジンから発する一酸化炭素を、画質で用いていたに、ベウゼツに到着して、45両の列車に詰め込まれた6700人の、 ユダヤ人が降ろされるのを、誇らしげに見せられた。その多くはすでに死亡していたが、生き残った者も裸で、ガス室へ送られていった。その時の様子について、ゲルシュタインは証言している。ヘスによると、ユダヤ人に対して、最初にチクロンビーが使用された時は、シラミクジョのための消毒ガスだと説明されていた。実際、チクロンビーはもともと殺虫剤として開発されたもの、あるにもかかわらず、 すでに多くの囚人が自分たちは殺されるのではないかと、感づいていた。その結果、後日ガス処理を行う際に、厄介なものになるかもしれない囚人を、選別するためのが取られることとなり、このような囚人は隔離された後、密かに射殺された。ユダヤ人たちに不安を与えぬよう、ゾンダーコマンド、自分の延命と引き換えに、他の囚人をガス室へ送ったり死体を片付けたりする任に当たった。 ユダヤ人による特殊部隊の隊員たちはガス室の中まで囚人に付き添いドアを閉める時まで残っているよう指示されこの鎮静効果を高めるため SS の衛兵もガス室の入り口に立つこととしていた囚人たちが自分の運命について考える暇を与えないために可及的速やかに衣服を脱ぐよう命令が下され進捗を遅らせるかもしれない囚人に対してはゾンダーコマンドが 手伝いさえした。ガス処理されるユダヤ人たちを安心させるために、ゾンダーコマンドは収容所での生活について話したり、何も問題はないと解き伏せたりなどした。血のみこを抱えたユダヤ人女性の多くは、消毒薬が子供に害を与えることを恐れて、自分の脱だ服の下に子供を隠した。ヘスの記述によれば、特殊部隊の隊員たちは特にこの点を注意して見張っており、 子供たちも連れてくるよう、女たちに呼びかけていた。こうしたやり方で服を脱がされる、不安感によって泣き出すかもしれない、年長の子供たちをなだめるのも、ゾンダーコマンドの任務であった。しかし、こうした方法で、すべての囚人が騙されたわけではなかった。ユダヤ人の中には、それでも、自分の行く手に、何が待ち受けているか予想ない知り返していたが、 目の前の恐るべき光景にもかかわらず、子供を励ますために冗談を言う勇気を見せた者もいたと、ヘスは伝えている。何人かの女性は突如として、脱衣中に凄まじい悲鳴を上げたり、髪をかきむしったり、狂人のように叫び出すなどした。このような場合には即座にゾンダーコマンドが駆けつけて、射殺した。一方、ガス室へ連れて行かれる前に、まだ隠れている同胞の居場所を明かした者もいた。 囚人を中に入れてドアが閉められると微粉末状のチクロンビーがガス室の天井に開けられた特殊な穴から噴射された。収容所の指揮官は覗き穴からガス処理が済んだことを指認し準備や後片付けの監督をするのが任務であった。ヘスはガスによって死亡した遺体には痙攣の兆候が見られなかったと報告している。アウシュビッツに勤務していた医師は チクロンビーの肺を麻痺させる効果により、痙攣が始まる前に死亡したためだと推定した。ガス処理が済むと、特殊部隊員が死体を運び出して、金歯を抜いたり紙を剃り落としたりした後、焼却炉、または死体を燃やす穴へ運ばれた。いずれにせよ死体は焼却処分されるが、火は特殊部隊員によって焚かれた。余分な死亡分を排出し、常に火を燃え立たせておくために、 燃える死体の山がひっくり返された。ゾンダーコマンドの働きは素晴らしいものであったとヘスは述べている。彼らも、また、いずれは、同じ運命をたどることになるのを十分承知して、いたにもかかわらず、まるで以前から、大量殺戮者だったかのごとく、いかにも当然といった様子で手際よく、任務をこなしたという。ヘスによると、多くのゾンダーコマンドは仕事をしている間、 死体の焼却などの忌まわしい任務を控えている時でさえ食事を取ったりタバコを吸ったりしていたという時より彼らが近親者の死体に出くわすことがありさすがにこれには動揺していることは明らかであったが何も騒ぎは起きなかったヘスはガス室から焼却用の穴へ死体を運んでいる時に自分の妻の遺体を発見した男に言及しいるが まるで何も起こらなかったように振る舞っていたと伝えている。ガス処理の様子を視察するために、ナチス島や SS の高級将校がアウッシュビッツを訪れることがあった。例外なく、自分の見たものに深く衝撃を受けて、何人かのかつて私に、ユダヤ人根絶の必要性をこわだかに語った、ものでさえ、ユダヤ人問題の最終的解決の実態を目の当たりにして、 言葉を失っていたとヘスは書いている。またヘスはどうやってこの惨状を我慢することができたのかとたびたび尋ねられたという。彼は相当の命令を実行しなければならないという鉄の意志だと説明していたが明らかに私より頑強であった愛悲慢でさえ私と職務を取り替えたいとは決して望まなかった。ゾンダーコマンドと呼ばれる特殊部隊はユダヤ人の死体から 衣服や宝石、メガネ、毛髪、金歯や歯の充填剤など、再利用できそうなあらゆるものを剥ぎ取る任務を非常に熱心に遂行しというが、真偽は定かではない。ナチスが人間の皮膚を用いたランプシェードを作っていたと主張する者がいるが、これは物理的に可能ではあるが、実際に人間の皮膚から作ったランプシェードが発見されているわけではない。 アメリカ軍のクレイ将軍の陳述によると、人間の皮膚から作られたとされる伝統の傘は、ヤギの皮から作られたものであった。マルティン・ボルマンの息子、父と同盟は、あるインタビューにおいて、子供の頃に、人間の骨で作った椅子や、人間の皮膚で想定した本を見た子があると、証言している。入れ墨の施された皮膚は時折剥ぎ取られて保存された。しかしながら、 これらも実際に現物が発見されているわけではない。ブーヘンバールトでは、ヒバロウ族に習った技術を用いて、星首が作られ、ニュルンベルク裁判でも証拠品とされた。これも現在では、現物は存在していないため、真偽は藪の中である。また収容所では、受難財布すなわち死んだ、ユダヤ人の死亡で作られた石鹸を製造していたというものもいる。しかしこれは、 戦後になってから広められた噂に過ぎないと現在では考えられいる。人間の死体から作られる石鹸に関する英語版の記事及び日本語訳人間石鹸も参照のこと。1944年にソ連軍がポーランドに侵攻すると収容所は閉鎖され、そこで行われていたことを隠蔽するために部分的にか全部かがナチスにより解体された。 戦後ポーランドの共産主義政権は収容所の残存部分をもさらに解体し普及していくに任せた。かつて収容所であった場所には様々な記念碑が建てられたがそこで死んだ人のほとんどがユダヤ人であったことに触れたものはあまり見られなかった。1989年にポーランドの共産主義政権が崩壊して以降収容所跡地に訪れやすくなったこともあり。 これらの場所は観光地となった。特に最も有名なアウシュビッツ。これはドイツ語での地名であり、ポーランド語ではオシュフィエンチムを訪ねる人の数は増えた。ユダヤ人団体とポーランド人の間では、この場所に何がふさわしいかをめぐる議論が続けられている。ユダヤ人団体は、この地にキリスト教の記念碑を建造することに対して強く反している。 最も有名な例は、アウシュビッツの十字架、である。この十字架は、ユダヤ人を根絶するために建造された、アウシュビッツ第二収容所ではなく、犠牲者の大半が、ポーランド人であった、同第一収容所の隣に建てられた。少なからぬ団体や個人が、ナチスが強制収容所を用いて、絶滅政策を実行していたことを否定したり、ホロコーストの方法や規模に疑義を呈したりしている。 例えば、ロベール・フォーリソンは1979年にヒトラーのガス質なるものは存在しなかったと主張した。フォーリソンはガス質などというものは元来シオニストが考え出したものだという見解を持っている。もう一人の有名な否定派はイギリスの歴史家デイビッド・アービングでこの人物はホロコーストを否認したためにオーストリアで逮捕され懲役刑を宣告された。オーストリアにおいて ホロコーストを否認することは犯罪行為にあたるためである。多くの研究者や歴史家は生存者や加害者による証言や物的証拠や写真、そしてまたナチス自身による記録などを証拠としてホロコーストはなかったとする説を否定している。日光プロジェクトデボラ・リプシュタットの著者ルーシー・ダビド・ビチ。 ユダヤ、人に対する戦争の著者、イアンカー賞その他数多くの著名な歴史家の著書は、ホロコースト否認論を、少数の非主流な過激派として退りけている。強制収容書とホロコーストをめぐる、現在の歴史的議論は、地元住民の関与についての問題を含んでいる。多くのユダヤ人が、キリスト教徒の近隣住民によって救われたとはいえ、それ以外の住民は、 ユダヤ人の苦境を無視したり当局に引き渡したりしているためである。さらに、収容所の多くは地元住民からも見渡せるものであったことや、収容所が地域経済と密接な関係にあったことなども明らかになってきている。例えば、収容所で必要な品は近辺で購入されて収容所まで届けられ、地元の女性は家事を手伝うなど収容所との交流があった。 ナチスの将校は地元の居酒屋の常連客となり囚人から集めた金を支払いに充てるなどしていた。従って収容所内で何が起こっていたかは一般人には隠されていたという収容所近辺の住民による主張の審議性は近年の歴史的研究によって徐々に薄らいでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。